カルタミンは、紅花から取られる紅色の色素である。染料や、食品用着色料として使用される。水に溶けにくい、排湯体系色素。二つのカルコンで構成されており、共薬結合により、抗色を発色する。紅花に含まれる色素は、大半が水溶性の黄色色素サフロールイエローであり、カルタミンは1%ほどである。伝統的手法では、 紅花の花びらを水洗いして、黄色色素を抜き、発色を良くするため発酵させて、紅餅と呼ばれる状態にする。カルタミンが利用されてきた歴史は古く、紀元前25世紀には古代エジプトで、ミイラの着衣から、紅花が染料として使用された記録が残っている。以来、ヨーロッパ諸国で、絨毯用羊毛の染色や、日本で芸者や、 歌舞伎役者の化粧用の紅れないとして使われてきた。1859年に合成染料の副芯が開発されてからは、絹の染色ではこれと競合するようになった。1929年に黒田地下が構造式を発表したが、1974年になってこの構造は互い変異性体であるイソカルタミンであることが、 山形大学工学部応用科学科の小原平太郎、小野寺純一、佐藤慎吾により確認され、翌1975年に小原らにより新たな構造式が発表された。また、絶対構造は1996年に佐藤慎吾らによりカルタミンの配当体をメチル元に置き換えたモデル化合物を合成することにより CD スペクトルと X 線構造解析を用いて、 決定された。カルタミンの生合成はまず、1分子のカルコンと2分子のグルコースから、サフロールイエロー A が作られ、さらに1分子のグルコースが孵化しサフロールイエロー B となる。次に、プレカルタミンが形成され、最後にカルタミンへと変換される。ありがとうございます。